9番青木康介です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。中伊豆地域の振興策、平成16年に旧4町が合併し伊豆市が誕生して15年が経過しようとしています。修善寺地区では修善寺駅の建て替えと合わせて駅周辺が整備され、橋の架け替えが順次行われて、オリンピック・パラリンピックに向けた道路整備も進んでいます。天城・宇ヶ島地域では伊豆縦貫自動車道天城北道路下船原バイパスが完成し、2つ目の道の駅が伊豆月ヶ瀬インターチェンジに建設されていて、県道の改良も計画が進んでおり、公共施設の再配置も進行中です。遠い地域では国道136号線のバイパス工事がほぼ完成し、交通アクセスが大幅に改善され、観光施設の改修も進み、観光を含めた新たな津波防災の拠点も計画され、学校跡地の利活用も事業化されています。一方で中伊豆地域は学校跡地の企業誘致が2件あるものの、八岡小学校桜子ども園はそのまま、県道伊東修善寺線は交通量が1日2万台以上になっているのに目立った改良もなし、もともと働く場所が多くないので他の地域へ働きに行く人が多い地域ですが、最近では中伊豆に仕事場がある若者が市外に住み始め、市外から昼間だけ通ってくる傾向が出始めています。そうした現状を踏まえて以下の質問をいたします。1、中伊豆地域の現状をどのように捉えているのでしょうか。また中伊豆地域を暮らしやすい地域にするための構想がありますか。2、修善寺側は都市川田代地区と接しています。伊東川と天城川峠です。こういった中伊豆の地域の特性、そういった中伊豆の交通状況の今後をどのように考えていますか。3、全域が中山間地である中伊豆地域にあっては、防災減災の観点から治山治水事業が欠かせないと思いますが、今現在十分な対応ができているのでしょうか、伺います。4、伊豆市全域に言えることですが、若い世代が独立して新居を構えたいと考えたときに、伊豆市内のどこに土地建物を求めればいいのでしょうか、伺います。5、人口が減少し高齢世帯が増え、中伊豆地域の中心地の初まででさえも空き家耕作放棄地が増える傾向です。そうした農地を含めた土地の管理活用方法について今後対策が必要と考えますが、いかがでしょうか。以上、市長に答弁を求めます。ただいまの青木康議員の質問に対し答弁を求めます。市長。お答え申し上げます。まず中伊豆地区の現状ですが、これは議員が強く指摘されている通りのことであると私どもも認識をしております。ただ他方中伊豆は町づくりが適切だったんでしょうか。その初間にですね、いわゆる拠点機能が集約されているんですね。その湯ヶ島地区のように、師匠が亡くなったところにさらに小学校が亡くなったということではなくて、初間は師匠が残っており、今学校もあってショッピングセンターもあって、それから診療所もあってということで、その町の生活拠点ができているところということがあってですね、ある意味そういったところが欠けた遠い地区、湯ヶ島地区のような新規事業が新たになかったということもございますが、だからといっていいということではなくて、そういった特性がやはりあるやに感じております。ただその合併以降大きな社会の変化の中でですね、まだやるべき事業が残っているということはこちらも重々承知をしております。そして
地域特性とそれから防災特性については後でそれぞれ建設部からも答弁をさせますが、峠越えの道路をどのように整備するかについては、伊東修善寺線は、相当改良の余地が残っておりまして、これは県の方にもですね、伊豆横断道自動車道整備促進指定同盟会もあるんですが、特に中伊豆地区の路線で、道路形状が悪いところが多々ございますので、ここは地元の皆さんとですね、もう少し県にしっかり訴える枠組みは必要であろうと思っております。ちょっと市長一人でお願いに行ったところでなかなか説得力がないのかなという気がいたします。で、天城川は当初いろいろ考えました。県道の方があるんですが、やはり中期的に考えるとヤングマイカタバ線の整備の方が効果があるのだろうという判断をしてですね、県道整備をお願いするよりも先に市がヤングマイカタバ線の方をということで、私自身も何度も何度も国市峠も走ってみたんですが、向こうの今のヤグマ、今のイカタバ新田地区からですと12キロ程度の整備というものはやっぱり相当エネルギーがいるだろうということで、改良すべき優先順位というものは検討した次第です。それから特にわさび生産地が集約されている中伊豆の地区のですね、地形特性は、何度か航空偵察私自身も乗ってみましたけれども、非常に心配ですね。であるがゆえにいいわさびができるんですけれども、じゃあ災害時であってもこれが大丈夫かとなるとかなりリスクを背負っております。で、これ片っ端から砂防ダムを作るというわけにはいかないものですから、地産ダムを作るというわけにもいかないものですから、そういったハード整備で対処すべきところと、そのリスクを飲み込んだ上でしっかりその安全対策を取っていくところとの判断が難しいと思いますが、やるべきところの事業についてはこれからも検討しっかり話をさせていただきます。それから、4番目と5番目もこれもセットでお答え申し上げますが、時々六線の里から下を見下ろしますと急行地が増えましたね。中伊豆地区はこれから人口がどんどん増えていくという感じではないので、しかるべく農地を保全することがその生活の不全になると実は期待していたんですが、行くたびに休耕地が増えていく感じがいたします。なんとか新たな土地のありよう、農村の風情を残しながらですね、しかし一定の土地の利用もしていくということについては、今までの政策と少し方向変換する必要があるのかなとも感じております。そこは東部農林もですが、やっぱり地元の皆さんも含めてですね、これからのありようについては議論させていただきたい。で、そのような中伊豆には生活拠点もある中で、若い方がどこに住むかについては、これはやっぱり選択肢を広げておくことが行政の責任であって、やっぱり若い方の中には本当にもう山の中に山水でも住みたいという方もいらっしゃる一方、やはり歩いて学校に行ける、ショッピングセンターに行けることを望まれる方もいますので、なかなか行政がですね、ここならいかがでしょうかというものは難しいと思いますが、何度も申し上げている通り、一番需要の高い借家で、ちょっとした農機具を置けて、畑もあってという、借家の持ち駒があまりにもないというのはですね、これは何とか改善をしていきたいとこう考えている次第でございます。その他それぞれ担当する部長から少し補足をさせていただきます。それでは補足説明をお願いします。建設部長。はい、部長。それでは私から2番と3番について補足説明をさせていただきます。まず2番ですけど、中伊豆地域の道路は、県道伊東修善寺線が東西の基軸軸であり、県道伊東西伊豆線が南北の基軸となり、それを補完するように市道が配置され、生活コースや観光コース、物流コースを備えています。
天城飛車道路の開通やオリンピック・パラリンピック開催を契機とし、観光客などの増加がさらに見込める中、交通に支障を及ぼす境外箇所の改良や地域を結ぶ道路網の整備は近々の課題と考えております。県道につきましては、引き続き県に対し、徳永南地区の境外箇所、落石防止箇所や都市川地区の歩道整備等の要望を指定したいと考えております。また、市道整備の状況ですが、天城北道路、月ヶ瀬インター開通に伴い、新たな観光交流等の期待が、期待や緊急搬送の短縮が期待できる市道矢熊板場線の整備や、本年度から着手した市道桜大通線、また、市道小川沿道橋線、田代地区になりますけど、その境外箇所の改良が本年度完了します。その他、中伊豆地区では、県で行う県営中山間地域総合整備事業、未来伊豆により上入り口の市道城の前、根本前線の改良工事が今年度より始まり、来年度から市道沢口線の改良工事が始まる予定です。まずは、この計画のある路線の整備を地元の協力を得ながら、早期に完成させていきたいと考えております。続きまして、3番になります。中伊豆地区の、治水・砂防事業は、国土交通省が神奈川直轄砂防事業として、昭和33年の神奈川台風による災害を契機に、昭和34年から実施しており、千住橋を起点とし、上流域約270平方キロメートルの神奈川流域、千住川流域は除きますけど、において、砂防堰堤、渓流保全港等の整備を行っております。また、この砂防事業は、今年で60年を迎えます。整備状況ですが、直下砂防管内の土石流危険渓流は354渓流あり、現時点での整備状況は約2割程度と、国土交通省の方から伺っております。また、毎年6月の土砂災害防止計画には、国土交通省と市の合同で砂防整備等の点検を実施し、さらに国土交通省は、取水期前と台風等の自然災害後に全施設の点検を行っております。先に述べましたように、中伊豆地区に限らず、直轄砂防管内では整備が必要な箇所が多いため、神奈川直轄砂防促進規制同盟会を通じ、国への要望を積極的に行ってまいりたいと考えております。地産事業につきましては、現在、伊豆市全体で50箇所、そのうち中伊豆地区では9箇所の要望を、しております。静岡県と伊豆市とにおいて、スタンパートロールおよび要望箇所の現地確認を行い、地産事業の実施箇所を選定し、市内の地産対策を推進しております。31年度につきましては、伊豆市全体で5件、中伊豆地区では2件の工事を予定しております。いずれにしましても、まだまだ整備することはところはたくさん数多くあると思います。市民の生命財産を守るためにも、引き続き関係機関に要望していきたいと考えております。以上です。続いて総合政策部長。先ほど市長の方から4号について、答弁ございましたので、私の方で若干だけ補足させていただきます。まず4番におきまして、若い世代の求めでございます。市内の宅地情報というのは、新聞織込み等でもなかなか掲載されていないということ、また民間のホームページの宅地情報でも、例えば掲載の多くというような別荘地というものが多くて、住宅情報自体が非常に少ない現状でございますが、そうさりながら、今後も市内の、宅建業の方と連携しながら、情報の把握とか発信については検討してまいりたいと思います。その上でまた現在空き家バンクの登録というのは、2件でございまして、物件はあってもなかなか様々な理由で、
貸すとか売却というところに至ってないような状況で、この空き家バンクについても活用がなかなかできていない状況だと思っております。今後も活用可能な空き家につきましては地域のご協力をいただきながら情報の確保、移住定住につなげていければと考えております。はい、再質問ありますか。青木議員。はい、議長。ですね、今日中伊豆地域のことなんですけど、これ突き詰めていくと結局伊豆市内全域につながることが多いものですから、ちょっと最初の部分で中伊豆の細かいところの確認をさせてもらいながら最終的に全域の話になってきますので、そんな形で進めさせてください。先ほどの島山議員の質問にもあったんですけど、天城北道路が開通したことによっていろいろな変化があるわけではあります。ただし中伊豆についてだけ考えると、今後中伊豆に縦貫道のような高規格道路が通るということはおそらく絶対にないだろうと、今のができちゃってますから。でよく考えたら今走ってる幹線道路は県道でしかなくて、中伊豆には国道すら走ってないっていうのが現状だっていうことは多分中伊豆に住んでる人にしかわからないんだと思うんですよね。でどちらもこう山と申し訳ないですけど旧修善寺町の中では中心ではない都市川と田代に接しているという交通状況ってやっぱり中伊豆に住んでいる人からすれば中伊豆は不便なところだというところはずっと変わってないんですよね。でそういう状況なのでなんとかしたいんです。やっぱりそれでもう一回確認するんですけど、そうですね、今本当に中伊豆バイパスが無料になってから交通量が増えた、伊東修善寺線、今後の長期的な見通しっていうのは伊豆半島全体の交通ネットワークとかも含めた中で考えて可能性としてでいいんですけど、最初に聞きますけど、これ国道級の整備っていうのをこれからお願いすることっていうのはできないんでしょうか。はい、答弁願います。はい、建設部長。議員は今おっしゃる通り中伊豆バイパスが無料化になって非常に交通量は増えていると思います。で、その整備に関しましてはやっぱり地域からの声がやっぱり必要だと思いますので、国道並みの整備っていうのはちょっとわからないですけど、やっぱりその境界箇所とかやっぱりそのカーブが要するにこう非常に曲がりにくいカーブとかそういう場所があればですね、やっぱりそういうところの全体改良とかですね、そういうのはやっぱり地域の協力を得まして、やっぱり要望を上げるにはどうしても最終的には用地の問題とか、やっぱり地域が協力しないとなかなかできないというのがありますので、その辺がしっかりまとまをしていただいて、で、やっぱり市全体でこう要望し上げて、そこをどうやって説明するか、やっぱりその辺の交通量ネットワークとか、交通量多いとか、しっかりそういうところを説明して、やっぱり県に働きかけていきたいとは考えています。はい、再質問、青木議員。はい、現状の確認とね、今のような状況がずっと続きながら、少しは改良はできるけれども、大体おおむね今のままだということを最初に確認したかったから、今そういうことを聞きました。それで、丸一番から、順番にいきます。で、自分は質問のどういうふうに書いたかというと、中伊豆を暮らしやすい地域にするための構想がありますかという質問したんですけど、おそらくないということだと思うんです。であるならば、じゃあどの辺まで行けるのかという確認をしておきます。で市長もよく評価していただけるのが盤上の滝周辺の整備とかね、民間のボランティアのパワーで大変頑張ってくれていて地域づくりがよくできていると思うという評価をしていただいているんですけども、あと六千の里も最近民間パワーで有志でだいぶ山をきれいにさせてもらったりしています。その辺の中伊豆の地域づくりっていうのは市長としてはどういうふうに評価していただいているかもう一回確認したいと思います。はい、答弁願います。市長。はい、議長。中伊豆地区の共同の会の皆さんは盤上の滝、それから大見島としてもそうだったでしょうか、地域のですねために非常に頑張っていただき、彼女の会を作った時も共同の会の規約等を参考にさせていただいたと聞いております。それが今の六千の里もですね全く地域取材主体で動いておりまして大変心強いところがございます。ただ少しだけ気になるのが
共同の会等のボランティア団体の皆さんが発足当時からほとんど同じメンバーで、これは私が数えたわけではありませんが、皆さんの中からなかなか若い人に新たに入っていただけないという声を耳にしたものですから、そういった幅広い世代での参画のところで少し将来に対する危惧があるかなという気はいたしますが、これまでの実績というのは大変高く評価をさせていただいております。はい、再質問、青木議員。会長、できる範囲でね、有志の方がやってきたということで、おそらくこれからも続いていくとは思うんですけども、まあ、そうは言っても今言ったように限界があるものですから、どの辺まで行政としてフォローしていただけるのかっていうのは大変気になるところなんですよね。それが何もなくてただお前たち頑張れっていうだけじゃなかなか辛い、今後も辛い。そこで、まあ、今分かってる範囲っていうか今の途中経過でいいんですけども、わさびの里構想っていうのは伊豆市全体のことであって中伊豆のことだけじゃないっていうことも重々承知してるんですけども、そうは言っても中伊豆のわさびっていうのはかなり全体の中でも重要なボリュームを占めてるっていうふうには考えてますので、八岡小学校の周辺とか盤上の滝の構想を含めた中での、中伊豆部分のわさびの里構想っていうのはどんな感じになりそうなのかって今の時点で分かってるところまで出てくると結構ですのでお願いしたいと思います。はい、答弁願います。産業部長。はい、よく観光客の方が来てわさびの里はどこだという形で言われて、実際にどこだっていうところはなかなかないというのも聞いております。まあ、その中でやはりわさびの里っていうのはやっぱりわさびの畑が一番の中心になると思いますけど、やはり拠点ですよね。そのわさびを知らしめるための施設、そういうものだって必要になってくるのかなと思ってます。ですからやはりわさびのお茶のミュージアム博物館じゃないですけど、まあ、そういった形でわさびを知るための、まあ、資料館であるとか、まあ、そういう拠点についてはやはり考えていく必要があるだろうという形はわさびの里構想で話をしています。でやはりあとはそれで観光客の方がどうやってそのわさび田の方に行くか、そこはやっぱり生産者との調整というのがありますので、やはり入れる範囲であるとか、まあ、入れない範囲、どこまでが観光客として行っていい範囲かというのはやはりこれから決めていく中で、やはり万丈の滝周辺であるとか、イカドマのわさび田というのは、やはり本当に他に類を見ない、大変素晴らしいところであると思いますので、まあ、その辺はどうやはり観光客の方に周知していくかというのは、やっぱり今検討している状況でございます。以上でございます。はい、再質問ありますか。はい、青木議員。さっきも言ったんですけど、ボランティアでできない部分というのは、やっぱり市に入っていただきたいんです。それと生産者さんはやっぱりもともと観光をやってないので、そこの観光とのつなぎもぜひ市でやっていただきたいので、そこは丁寧で結構ですので31年でも確実に進めていただきたいということだと思います。でもう一つ、例えばの話ですけど、六千の里の整備もまあ、ライオンズとかも含めて地元のメンバーで草を買ったり飛翔木をちょっと切らしてもらったりして、まあ、公園内ではありますけど整備になるようなことをやらせてもらってます。でもやっぱり六千の里についても個人のレベルでできることって限界がありまして、六千の里を使われているようで使われてないので何とかしたいということで地元もやってるんですけど、例えば今あそこはドクターヘリのヘリポートとしても使ってるんですよね。でドッグランを作ってから外から来るお客さんもちょっとずつ増えてるんですけど、まだまだ地元の住民が利用しやすいかっていうとそうでもないっていうところもあって、そんなこともあって下の方まで桜が見えるように下の飛翔木を切ったりしてるんですけど、なんとかこうもうちょっと利用率が上がるようなことを市でも手伝ってほしいんですけど、草刈りとか飛翔木切るぐらいだったらボランティアでできるんですけど、なんとか今さっき言った上入り口の方からの道も拡幅しているので、上入り口の方から六千の里に入れるような道も作っていただけると、ドクターヘリが降りた時の救急車のアクセスも良くなるし、上側からの方の含めて地元の住民が使いやすくなるんですけど、そういったことをお願いっていうのはこれ地元からして、できる可能性がないかどうかっていう、上側からの六千の里へのアクセス度、地元の地主さんはどこ切ってもいいから道つけてくれみたいなことを言ってるんですけど、そんな可能性っていうのがあるっていうことになると、なかなか整備の方もボランティアに力が入ると思いますけど、どうでしょう。はい、答弁願います。建設部長、産業部長、所轄はどこですか。はい、建設部長。はい、まあ、六千の里、で今ドクターヘリという話がありましたけど、ちょっと確認したんですけど、ドクターヘリは30年の1月1日から
1年間12月31日までに12回なんか使用したそうです。で年度でいくと30年度になりますと4月1日から、まあ、今3月10日現在ですけど14回というふうに、まあ、まあ相当平均すると月1回、まあ、平均しますと、ね、いうところで、まあ、その道路なんですけど、今現状上がっている道路がですね、野球場行くグラウンドの方は指導になってますけど、そこは指導認定されてない道路でして、で、あそこに鍵が、鎖がかかるようになってまして、5時以降は多分鎖をかけてっていうような状況で、で、まあ、今言われたように上岸の方から、向こうに車は走れないですけど、まあ、2メーター弱ぐらいの指導は途中まで認定されています。ただ、指導でそこを整備するかといいますと、なかなか課題があって、その辺の利用率とか、例えばどういう効果があるとか、で反対に今現状の道路は、指導認定されていない、じゃあ全部した方がいいのか、そうすると公園の管理とか、そこに不特定多数が来ると、夜中にも来ると、そういうような大きな問題があると思いますので、その辺はやっぱこれからの地域の話し合いとか、まあ、最終的に予算のどこかだというところがありますので、まあ、少し参考にさせてもらうというか、検討まで行くかどうかですけど、まあ、検討ということでお願いします。はい、再質問ありますか。青木議員。はい、効果等々ということで、まあ、地元としてもね、その辺は、どういうことが必要なのかっていうのは勉強させてもらって、進めていくべきなのかなって。要するにせっかくあそこにあるものだから、中井戸町自体に作ってね、せっかくあるものだからもっと活用したいねっていう、そういう意見も結構多くて、もうさらに言うと六千の里の下の部分の農地を持ってる人が下にも駐車場を作って、俺っちの田んぼ潰していいからそこに駐車場を作って下そこへ止めてすぐ桜が見えるようにしろみたいなことを言ってる人もあるんで、用地の提供は容易に受けられるっていう、まあ、この後の農地の活用とも絡むんですけども、まあ、なんとか有効活用したいっていう地元の声もあるので、どういう手段があるのかっていうのはちょっと逆に教えていただきながら進めていくべきなのかな。でそれで、まあ、予算的なこととかいろいろ道路認定とか難しいよっていうんだけど、じゃあこういうのならどうでしょうかっていうのをもう一つ言うと、これも辺の農地がだいぶさっき市長言ったように耕作放棄地がポツンポツンって出てきちゃってるのを現状を見て、確かに補助整備した時にきれいになったんだけど、その時にこう道路の乗り面ができちゃって幅が狭くなっちゃってるところがあるから、小学校、中井津小学校の裏から新しくできて特養中井津ができて、利用者さんとか従業員さんが非常に多く通るその裏側の道があるんですけど、そこ農道なんですけど、そこ今こうなってるのを垂直駅にしてくれれば、もうちょっと道幅が広くなって小学生の通学路にもなってて、子供への子たちの散歩コースにもなってて、なおかつ特養の車両がしょっちゅう通る道なので広げてもらえないだろうかっていう要望をずっとしてるんですけど、それくらいだったらできませんかねっていうのを今聞きます。はい、答弁願います。はい、建設部長。はい、議長。今言いました中海津小学校から特養の裏の道路ですけど、そこにつきましては、31年度投資予算に、県端 農業農村整備事業という県の補助事業をいただいてやるというところで、県にも要望をして31年の予算にも計上してあります。そこにつきましては、子どもとか、まあ、そういう歩行者が多いということと、やっぱり農地もしっかり守っている農地がありますので、今機械化で大型化されてますので、安全面を考えて、やっぱりその今おっしゃる通り乗り面のところをしっかり整備して安心してということで、市の方も考えております。はい、再質問ありますか。青木議員。はい、分かりました。結局このだんだんこう工作をしている人が高齢になってきちゃって、そのノリを刈るのも大変だっていうところからそもそも話が始まった話でして、それからもうずっと何年も経過して現在に至って、やっとまあやってもらえるかもしれないっていうところまで来たっていうことで、少しは地元の人も希望が持てるのかなと思いますので、ぜひそういった相談にも乗っていただきながら、農地の保全もしたいっていう気持ちもみんな持ってますので、どうすればいいのかっていうのを教えていただきたいっていうところが基本です。それで、まあ、その辺のことまでならなんとかできるのかなっていうことが今分かりましたけども、
まあ、これでまたちょっと最初に戻っちゃうんですけど、そうは言ってもやっぱり三島の方に行くとか町の方に出るときに中伊豆はやっぱり不便だってなったときに、上大見地区のことを考えると矢熊井方線すごく重要で、先にそっちから整理してきますけども、八つ岡地区の議員がいないので僕が代わりに言うんですけども、鹿野川台風の時に伊方橋神殿から山が一つドーンと流されちゃって完全に孤立した時があったんですよね。その時は実は伊東西伊豆線の長野の方から救援とか支援の車が入って伊方橋神殿地区を復旧したっていう歴史があるんですよ。で、防災面から言っても串の葉作戦というのを東北でやったように何本かのルートを確保するということがすごい大事で、今回今矢熊伊方線のお願いをずっとしてきながら伊東西伊豆線もやってくださいというのはなんかすごくなんか欲張れないような気もするんですけど、実際は複数ルートって絶対必要で、今現在県道になっている伊東西伊豆線の伊方橋神殿と長野の間の狭いところ、狭い橋とすぐ急カーブというところがあって、おそらく自衛隊の車両とか今通れないはずです。だからその辺の工事も引き続きやっていただきながら、矢熊伊方橋線については東インターへのアクセスっていうところで、考えて両方やっていただきたいんです。これは僕ら別な政治的な立場の時に県に要望する時に常に両方言ってるので、市としてもそれを両方これからお願いしたいんですけども、お願いできますかっていう確認をします。はい、答弁願います。建設部長。矢熊伊方線は市道で、伊東西伊豆線は県道ということで、今の関係ならそういう要望することは可能と思います。ただ、矢熊伊方線をどうしていくかということは今後考えられますので、その辺も絡めながらですね、県と調整しながら、しっかり両方ともですね、事業が進むように、うちも考えていきたいと思います。はい、再質問ありますか、青木議員。今度修善寺側の方に移るんですけど、どうしても修善寺駅前と横瀬が渋滞するので、あそこを通らないで三島へ行きたくなるんですね、中井の人は。そうするとどうするかっていう と、中井からずっと行って修善寺、旧の修善寺町に入って修善寺、南小学校の手前の柏久保からこう小学校のある細い通り、朝、スクールゾーンになるあそこの通りを通って牧野港を経由するか、それか、遠藤橋を渡って、越路トンネルの方へ回って、自然神社に行くかっていうルートが今取られるんですけど、そのどちらかをですね、もうちょっとアクセスをアップできないかっていうのは常々課題でして、以前に、佐藤教師部長の時に僕どうやって中伊豆の人は縦貫道にアクセスすればいいんですかって言ったら、歩み橋を左に曲がって日向を通って大平インターから乗ってくださいって言われたんですけど、やっぱりそれだと三島に行く時にすごく戻る印象になるんですよね。で、今後あと 5,6 年で多分修善寺道路も無料化になると思うので、それを見据えてなんとか修善寺インターにアクセスをよくできないかっていうのはずっと思ってるんですけど、それともう一つは柏久保から牧野港へ抜けるルート、これ実は都市計画マスタープランの中にここをやりたいねっていうところで矢印をこうつけて、こう構想区間みたいなのにつけてくれてあるんですけど、その構想は柏久保から牧野港に抜けるルートの構想は今どうなってるのかっていうのと、なんとか中伊豆から修善寺インターにアクセスする道路を整備していただけないでしょうかっていう確認をさせてください。はい、答弁願います。はい、建設部長。はい、議長。非常に難しい話ですけど、今現状ですね、県と市と、警察とこ入れまして、渋滞って言おうかな、今の、ここ最近ですね、伊東修善寺線に看板が立ったと思うんですけど、お急ぎの方は歩み橋を左折してください、そして大平から乗っていくっていう、そういうことを入れて新寺駅をうまく、要するに分散化、交通の分散化ということで、思考的にやるということで今やっております。今議員おっしゃられました、遠藤橋から多分トンネル抜いてという話と、都市川からトンネルで牧野を抜くという話は昔なんか話はちょっとありましたけど、それが
まあ、それを、まあ、一応県にはですね、そういう話は投げかけますけど、やっぱりその交通量的な話とアクセスの話、ネットワークの関係で、例えば大平インターができたときに、そこにトンネルを作って、どれだけの効果があるかとかっていう、そういう話が出てくると思いますので、多少遠くなりますけど、無料化になったときに、大平まで走って上がっていくっていうのと、トンネル抜けて、トンネルの要するに費用をかけて、どんだけっていうことも考えられます。でそういうところも、まあ多分県もそういう話をされると思いますけど、そういう話は、まあ、投げかけたいと思います。で、都市ガニにつきましては、そういう話もありました。で、実際そういうやったときに、牧野号から先につきまして、非常に道路が狭いと。で、白笠川橋から先の、今度は伊豆の国ってところについては、非常に狭い道になってまして、例えばそういうところも総合的なネットを考えないと、なかなか現実的にないねっていうような話だと伺っています。はい、再質問ありますか、青木議員。はい、ありがとうございます。まあ多分そういうふうに言われるだろうと思って、であるならば、小川沿道橋線をね、今田代でやってくれてるので、改良してくださいっていう話なんです。で、あそこは指導ですので、ね、結局中伊豆から修善寺方面にこれから行くときに、今大平インターを目指すにしても、そうすると、県道糸修善寺が混んでたら、小川沿道橋さんのところを降りるわけですね、今の、温泉病院の方へ下っていくところから。で、前にもそういう話題をしたら、あの道なかなか広げるのが難しいので、それなら途中から田んぼ中へ降りてそっちを広げた方が早いとか、いろいろプランがあるっていうふうには、その当時は聞いたんですけど、2、3年前に。小川沿道橋線はこれから、伊豆市の中心である修善寺駅から1キロ圏内を整備するに向けて、中伊豆方面からのアクセス道路として小川沿道橋線の改良っていうのはどのくらいまで考えているんでしょうか。はい、答弁願います。はい、建設部長。小川沿道橋線につきましては、まあ、非常に今交通量はまあ結構ありまして、非常に狭いところも多々あります。で、まあ、非常に今議員おっしゃられました通り、言動を拡張するのか、じゃバイパスに行くかという話は、何年か前にはちょっと地元にも戻しましたけど、そこで話はちょっと止まってまして、というのも、まあ、その学校の関係もありまして、例えば今度は学校がどこに来るか分からないですけど、来たときにそこの道路をどういうふうに整備するかというところも踏まえながらですね、しっかりこれからやっていかなきゃいけないと思いますけど、現状では、まず地元のですね、しっかりした意見を聞いて、どうしたらいいのかというところもしっかりこれからまた、検討していきたいと思います。はい、再質問ありますか、青木議員。はい、わかりました。中伊豆の道路の将来はまだまだなかなか厳しいということは十分確認できたかなということで、まあ、引き続き、要望し、現状を確認しながらまた確認、どうなっているのかの確認をさせていただきたいと思います。ちょっと次移ります。地産地水の話です。で、さっきもちょっと言ったんですけど、まあ、神奈川台風の時には中越地区結構被害が出まして、その後の直轄砂防の直轄地域になったっていう経緯もあるわけなんですけども、先ほどの答弁の中で、ちょっと言っていただいたのが、国の方で対象箇所が354あるのに対してまだ2割程度だよ、できているのが2割程度だよっていう答弁とってよかったと思うんですけど、まあ、これから、まあ、継続的にやってきますっていうことの理解でいいんですよねっていうことと、それともう一つすごい気になるのが、これ中伊豆だけじゃなくて天城の方にもかかるんですけども、伊豆市の山って上の方に国の持ってる山があって、その下の方に県が持ってる山があって、で市だったり民間が持ってる山があるっていう構造のような気がするんですね。で、直轄砂防の区域になっているエリア、ホラーがどこかとかっていうのも、こっちで要望したところをやってもらってるのかなっていう印象がまだ一つあるんですのと、国でやってもらうところだけだと、本当に安全なのかなっていうのがすごい気になってて、それとプラスアルファ、最近県の地産工事ってやってない気がするんですよね。で、かつてはもっとあったのに、今やってないっていうことは、もう十分だからやってないのか、
どっか予想先にやってるからちょっと今後回しになってるのか、いずれにしても県でもうちょっと地産工事をやってもらわないと危険な箇所がちょっとしばらくやってないがために増えてるんじゃないかなっていう心配があるんですけど、確か50箇所のうち9箇所を要望してるっていうことだったと思うんですけど、50箇所ぐらいまだやるべきだと思ってるところが県として確認してるっていうことでいいんでしょうか。ちょっと確認させてください。はい、答弁願います。はい、建設部長。はい、議長。地産につきましては、伊豆市全体で50箇所の、要望を挙げてます。で、まあ、その中で、県がですね、現地確認に来て、どこからやっていきましょうかっていうところをしっかり、現地見て判断していただいて、その県の方も予算がありますので、範囲内でしっかり対応して行っていただいているところです。はい、再質問ありますか、大木議員。じゃあ県の方も現地の確認をしていただきながら、必要と思われる箇所が今50箇所あるっていう考え方はそれでいいですか。ちょっと違うのか。はい、答弁願います。建設部長。県がじゃなくて地元から上がってきた要望がありまして、その中で全て挙げても、例えばそれが保全対象がなければ、やっぱりそういう工事入ってくれないですから、保全対象があるところについて、確認して、現状50箇所あるというところです。はい、再質問、青木議員。分かりました。地元からっていうのは区からの要望みたいな感じなんでしょうかね。それでそうするとね、こういう問題があって、これ中伊豆だけの話じゃないんですけど、その実際にその工事をやってもらわないと危ないのがこっちの区なんだけど、こっちを持ってるのは別の区で、こっちの市は そこの区と関係ないみたいなことがあった場合に、調整が難しい場合があるんですけど、そういうところはお願いすれば、県にお願いすればいいのか、市にお願いすればいいのかみたいな話があって、そういうふうにしていくと、この50箇所はもっと増えるのかなっていうふうにも思ったんですけど、そのさっき言った国でやってるところと県でやってるところ、国でやってるところは県でやらないとか、そういう絡みもあると思うんですけど、その辺の調整っていうのは今どういうふうにしているんでしょうか。ちょっと確認させてください。はい、答弁願います。はい、建設部長。はい、議長。用地につきましては、地産工事については用地や買収は県の工事については買収はありませんので、施工承諾というものを取ります。その施工承諾を取るのは、市の方で取ります。で、市の方で、しっかり取って、それを県に上げていく。で、先ほど言われましたように、下流域の危険な人が今欲しいよと、けど上流の島の土地は全然本当に部外とか被害とかという人を持っているという場合がありますので、そこはしっかり地権者を確認してですね、市の方がですね、地権者の方へ出向いていって事情を説明して、その承諾というのに理解してもらうというような形をで進めてもらいます。はい、再質問ありますか、青木議員。はい、それともう一つ確認したいんですけど、いわゆる県が工事すると保安林としてその後管理するとかっていうようなことが出てくると思うんですけど、それはやっぱり杉ヒノキだけっていうふうにした考えなのか、それとも雑木林でも県の方の工事が入る可能性があるのか。要するに膨大な山の面積があるところには雑木林も実際ありますの で今後いわゆる二次林といって椎茸のほだぎにするためにクヌギとかコナラを植えてあるところもあるんですけど、本当に椎茸をこれもやっていく人が少なくなった場合にそういうところも山が荒れちゃう可能性というのはあるんですよね。でそういうことを踏まえてなんですけど、杉ヒノキだけのところじゃなくて県が入ってくれて県がその後管理してくれるという可能性は今の事例とかでもあるんでしょうか。はい、答弁願います。建設部長。まあ、地産工事やるとや保安林指定というのがあります。で保安林指定にはですね、まず経営の工事の公共工事、まあ、人家10戸以上とかそういう保全対象がありますけど、それについて保安林の指定があります。で県でやる、国保助をもらわない事業とか市で補助をもらってやる事業とか、それにつきましては保安林指定はございません。で保安林指定する場合はですね、やっぱり森林に要するに地産事業ですから、やっぱりその山林の中にありますので、それがどういう木でもそこについて保安林指定は
変わってくると思います。はい、再質問ありますか、青木議員。そもそも最初に言った通り、山の工事が最近やってないっていう話を業者さんからも聞いてるもんですから、でやるべき対象のところはあるよっていう確認はしてもらってるっていうふうな今確認取れましたので、継続してですね、ぜひ国の直轄サボにはなってるんだけども、まだ膨大な面積の山がありますので、長期的な防災減災ということを考えても、なんとかですね、県でやっていただけるところがあるのであれば、切れ目なくですね、毎年続けて少しずつでもやっていっていただけるのが見えていれば、住民も安心なのかなと思いますので、なんとか続けて継続的に地産事業を県の方でもやってもらえるようなお願いをしていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。はい、答弁願います。市長。一つ構造的な問題がやっぱり事業費ですね。ご承知の通り、かつては公共事業費が国で15兆円くらいあったのが、一番少ない時で5兆6000億円ぐらいでしょうか。今なんとか6兆円ぐらいまで戻っていて、それはいわゆる、まあ、変な話ですけれども、よくマスコミで言われるのが、そのゼネコンが儲かって、なんか飲み食いしてるような、そういう公共事業ではないんですね。全国で社会インフラ足りてませんし、老朽化もしてますし、それから機会があると市民の皆さんに申し上げるんですが、伊豆市とか県の事業を補助裏してくれている交付金、社会資本整備交付金、それから防災減災交付金、これ全部国の公共事業予算の中に入ってるわけですね。そこが激減したことによって相当事業が減ってきました。これはもう道路だけではなくて、河川もそうだし、サーボもそうだし、休憩車もそうだし、地産地水もそうだし、それがわずかになんとか増え始めた。で今回は3年間だったでしょうか、期間限定で防災一気に事業費増やしてますので、31年度は国も県も予算が多分かなり回復してるんだろうと思います。ただこれは短期的な措置ですので、これをどうやって財源確保してしっかりやっていくかということが大きな課題。実はその中でですね、2年ぐらい前から全国市長会で問題になっているのが、なんと社会資本整備交付金をもらっておきながら残しているところがあるんですよ。なぜ残っているかというと、もっと自由に使わせろという声がどんどんその評論家とか都市部から出てきて、社会インフラが終わった都市部では社会資本整備交付金をなるべく自由に使いたいわけですね。で我々はまだ道路も防災もできていない。でそこがものすごくまあ、不公正で、我々から言うと。そこは国土交通省とか全国市長会の場でですね、社会インフラがないところがあるんだから、そこはちゃんと使わせてくれということで、今そういう動きが出つつあります。今明らかにですね、都市部と地方で格差がまだ大きく残っていますので、その構造的な問題については私の方でですね、他の仲間たちと力を合わせてしっかり是正をさせていただきたい。そういった事業費がないと、静岡県のような強いところでも相当事業費が小さくなってきました。それを多分山の工事が減ってきたということで感じられたんだと思います。はい、再質問ありますか、青木議員。はい、特に中伊豆は全域が中山間地ですので、そろそろ鹿野川台風からもう60年も経ってて、奇跡的にここだけ大雨が降ってないだけのような気もしてですね、やっぱりこれできる時にできることはやっとかないとっていうことだと思うので、ぜひそこの辺は政策的に多めにしてもらうようなことが必要なんだろうと思いますので、ぜひお願いをいたします。それで次に行きますけど、総合政策部長もちょっと触れてくれたんですけど、一般的にですね、新聞の折り込み広告をよく見てますと、不動産情報って伊豆市の物件ってほとんどなくて、それでも最近雨竜野と牧野港の物件の、不動産情報がちょこちょこっと出てますけど、その他は大部分が伊豆の国市、王妃と三福、他郷、森木、そして伊豆の国市へ行って富士見とか向こうの方の物件はいっぱいあるんだけど、伊豆市の物件の情報ってないんですよね。やっぱりそれで結婚してとか、ある程度独立を考えて、家、土地、建物が欲しいってなったら、やっぱり広告見てあれば、そこにとりあえず行っちゃうんだと思うんですよ。でさっき市長が空き家を貸してくれる人がいなくて、畑とか農機具合がついている貸し屋って言ったんだけど、それももちろん大事ではあるとは思うんですけど、そうじゃなくて農家の次男が自分のうちの畑を田んぼを宅地にして家を建てるって、すごい多分いろんな手続きがあったりしてハードルが高いもんで、とりあえず広告を見て、あ、ここって見に行った、気に入ったら買っちゃうんだと思うんですね。
で、まあ、そういうこともあるので都市計画の見直しとかを今してきて現在に至ってるんですけども、そういう状況って今現在の状況っていうのをどういうふうに今の現在時点をどういうふうに捉えているのかっていうのをちょっと確認させてください。答弁願います。市長。はい、市長。農家で借家でっていうのは地域おこし協力隊の実例があったものですから、まあ、幸いにも彼は見つけたようですけれども、そういった例もあるということで申し上げた次第です。で、現実実際にちょっと利便性の高いところに家を買いたいという事業で、不動産情報はほとんど伊豆の国市、大変目にして気になるところでございます。まずは都市計画を変えた牧野港で今地区計画をちょうど策定終わるところです。その他門野地区あるいは柏久保駅周辺についてはですね、この2年間頓挫をしておりますので、改めてその今使える利便性の高いところにはどのような都市整備をするのかについては議員の皆さんとここは複雑なく意見交換をさせていただきたいと思っています。で、中伊豆地区が難しいのは議員ご存知の通り徳陽の横かつて脳震障害しているところがあるんですが、そこがやはりそのかなり事業費がかかるものですから、どういった手法で、宅地として開発できるのか、前にも議員がなられた頃に検討したことは申し上げたんですけれども、そこはしばらく止まっておりました。その事業費を捻出できるのか、どのような手法ができるのかについてはですね、一つの課題だと思っています。ただ中伊豆地区やつ初間上地区は他にも使える土地があるものですから、そこで何もその新しい物件が起こらないという短期的課題についてはですね、また少しすみません、これは検討させてください。どのような施策があるのか検討したいと思います。一切質問ありますか。青木議員。はい、中伊豆も梶山団地っていうのをね、城の元村寄りのところに以前町であれは開発して、まあ次男とかでいろいろ条件はあったんですけど、あそこに一つ の地区が地域ができたと、まあ、それはそれで当時成功して、まあ、今現在みんな年を取ってしまったとかでいろいろ問題はあるんですけども、またああいうのをやったらどうだっていう声は一つあることはあります。それともう一つ、さっきからの今日の質問の流れから言って、わさび生産者の若い世代がですね、よそに住んでわさび園に通い始めたっていう傾向が出始めちゃって、これはすごい危惧してまして、住むところとして地域としての住むところとして選んでもらえないっていうところがすごく悲しくて、これやっぱり何とかしなきゃいけないんだろうっていうのがあるんですよ。で、それを、まあ、中伊豆の中が無理ならば伊豆市の中でいいので、やっぱり伊豆市内で働いている人が住むところとして、なんとかそういうところを創出する必要があるんじゃないかなと思うんですけど、その可能性について伺います。はい、答弁願います。市長。私はポテンシャルはですね、やっぱり十分あるんだと思います。先般もある方から伊豆箱根鉄道で修善寺に来てみたんだけども、こんなに本数が多いとは思わなかったという方がいて、ここで普段生活していない方にとってはローカル線って1時間に2本というのが、まあ、なんとなくイメージなんですね。やはり都市機能としての都市交通がある修善寺駅周辺で一定程度の人口、これは湯ヶ島と中伊豆遠いから移ってくれという意味ではなくて、もっとマクロな意味で一定程度の規模の人口確保できるポテンシャルというのはあるんだろうと思います。ただそれをどういう形でこれからも進めていくかについてはですね、行政一存で決められませんので、ぜひ議会の皆さんと意見交換をさせていただきたいと思います。はい、再質問ありますか。青木議員。はい、さっきの答弁いただいた中にもあったんですけど、ニーズが非常に多様で、例えば僕自身も今55歳ですけど、今20代30代の人と多分価値観が全然違ってて、若い人たちの求めているものっていうのはちょっと自分でも理解できてないのかもしれないんですけど、それにしても伊豆の国市ならいいって言ってそっちに買う人がいるっていうことは事実なので、それだったらなんとかもうちょっと伊豆市側で収まらないのかなっていうのは非常に歯がゆいところでもあるので、なんとかこうみんなで知恵を出し合って、伊豆市の中で若い人たちの家が建てられるようなそういうふうにするにはどうすればいいのかっていうのは、これ早急にやっぱやんなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。ぜひその辺は、まあ可能性はあるっていうふうに市長も思ってるっていうことですので、なるべく早めにそうした方がいい議論なのかなっていうふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。
でそれとまあ絡むような絡まないような話で、結局この土地が余ってるとか空き家があるっていう話と今の若い人が外へ出てくっていうのが直接結びついてるようで結びついてないっていうところが実は一つ問題だと思うんですけど、そうは言いながら前に書いてあるように初まで最後みんな高齢化しちゃっていて工作ができなくなっている、で空き家はあるんだけど借り手がいない、空き家になってるところは確かに不便だみたいなことがあるので、不動産屋さんもなかなか管理ができない、ただ空き家ですって出しても借りる人がいないみたいな状況だと思うんですね。であるならばやっぱりそういう空いてる物件の空いてる農地を集約するとか、空いてる住宅のニーズをもっと広く探すとか、今までと違うような方法手法を取らないと、これ伊豆市だけの問題じゃないと思うんですけども、ただ田んぼが荒れる、ただ畑が荒れる、ただ廃屋が増えるっていうのをこのままただ見ているわけにはいかないと思うんですね。で何かもう一つ早急に変えないとどんどん加速しちゃうような気がするんですけど、今現在どういうふうに、考えているのか、そのあたりを。はい、答弁願います。市長、将来においても行政サービスを維持するだけの活力は持ち続けたい、これはもう何度も申し上げている通りです。でその中の一つが、人口減少であっても経済は維持したいというのは一つあるんですが、そうは言ってもやっぱりあまりに人口が減ってしまうとですね、それさえも活動主体がいなくなりますので、やっぱり最低限コミュニティを維持できる人口というのは確保するための施策が必要なんだろうと思います。そのためのことを、全域では無理でもやっぱりある地区の拠点的なエリアを作るべきだと考えています。でもう一つ先ほど申し上げましたその関係人口、交流人口だけじゃなくて関係人口というものももうそこまでおそらく考えざるを得ないだろうと思います。これより今まで我々が経験して感じているよりも、20年後30年後の日本の社会、これは伊豆市に限らずですね、もう相当厳しい状況になってきます。その時に全てのエリアが現住人口だけでそのコミュニティを維持するというのは多分極めて難しいだろうと。で先般もう2年ぐらい前だったでしょうか、消防団の手当を確認を確か議員からどなたか議員からご質問があったと思うんですが、その時に神奈川県西部に住んでいる方が消防の見回りには参加してくれているという例があって、いや本当に頭が下がる思いだったんですが、そういったところに住まれていてもやっぱり週末帰っていただくとか消防団に加わっていただいてできる範囲で参加していただくとか、そういった使い方もあるんだろうと思うんですね。ですから空き家になったところは全部貸してくださいではなくて、そういった使い方、デュアルライフという意味でですね、使っていくことももう考えなければいけない、それくらいの課題になっているんだろうと認識をしております。実際質問ありますか、青木議員。そこでなんですけど、そこで今までと違うことをやるんですけど、おそらくこれ市役所の例えばですけど、どこでやるんですかね、何部のどこ何かでやるんでしょうか、総合戦略課でやるんでしょうかみたいな話になったときになかなか難しいので、外部組織を一つ作るっていうのはないんでしょうかって前も言ったんですけど、例えば静岡県の土地開発公社みたいなその土地の管理とそのなんだろうまとめて管理してそれをまた誰かに使っていただくような法人的なものがあるわけですけども、伊豆市としてそういうものを土地の交渉であるとか利用であるとかのノウハウを持った人を呼んでそういったことをやってもらうっていうような別な組織を作ってその人たちにお願いするっていうようなことはできないんでしょうか。はい、答弁願います。総合政策部長。はい、まず今の、公所というのがこれ多分すみません、先日ちょっとお話を伺ったときに土地開発公社ということですが、確か農業中間機構かなんかの、やっぱりちょっと名前をちょっと忘れたんですが、そういったところでですね、土や農地の集約とかなんかの役割をやってるんですが、そういったものをやっているのがあります。まあ実際にちょっと話がずれて申し訳ございません。集約する農地とか、貸し出しする農地というようなものは実はその伊豆地域内で見るとあまり極めて少ないというような状況があってですね、むしろ今議員おっしゃられるそういったものをこう活用するためのノウハウを持ったそれは人材であるのか、そういっ
組織であるのかといったところはですね、活用の余地はあろうかと思いますが、まず現状としてそういったものをこう使うかどうかというのは、もう少しその市の中のですね、関係機関の中で、なんて言いますか、検討していかなければならないことかと思います。ただ、実際、例えば、空き家等に関しましても、先ほど空き家バンクに登録がないということで、いくつかそういった、もう少しそういった貸し出しのためのですね、貸し出しのため の, その、条件なんかをこう整理するしたりする、コーディネートすることができればいいかなというようなことも考えました。で、今現状申し上げますと、まずそういった、建物等があれば、今の市の職員が、実際に相手方と、そういった内容について確認したり、コーディネート役はやっているそうですが、実際にはそういった数が少ないためにあまりそういった状況になっていないということでございます。こういった問題を解決するために、そういった素材はいっぱい集めるというところがまず前提になってくるかと思いますので、そちらの方がある程度こう見えてきた段階で、そういった組織的なもの自体は検討の余地が出てくるのかと思います。はい、再質問ありますか。青木議員。件数少なくないんですね。ちゃんと調べればいっぱいあります。で、それをいかにこう集約して、みんなで一緒にやるかということなのかなと思いました。それで、すいません、来年度の予算の話をしているときに、耕作放棄地を集約して活用する事業があって、私予算のときに質問したら、実はある特定の2社に対してお声掛けがあって、それに対して100万円の予算で今年度対応しますっていう話で、耕作放棄地とかこれから全般的にこう幅広くこれから集約して活用する事業なのかと思ったんですけど、とりあえず来年度の100万円は違うみたいなんですけど、それがこれから拡大していく可能性はあるんでしょうか。はい、答弁願います。産業部長。耕作放棄地につきましては、本当にかなり頭と痛い問題でして、各地本当に広がっているというのが現状でございます。で、やはり伊豆市内の年齢層を見ますと、やっぱり高齢者という形で、そこをやっぱり維持管理していくというのはかなり難しい状況というのはもう周知の事実だと思います。で、やはりそこをどう利用するかというのは、やっぱり外から来ていただく地域おこし協力隊であるとか、やはり企業ということになってくるのかなと思いますの で, で企業さんからもある程度いくつかの話は聞いております。で、それはやっぱりただそれは市の土地ではありませんので、どうしてもやっぱり地域の方の土地になりますので、そこの仲立ちをしながらですね、企業さんに伊豆市内に来ていただくような形での方策というのは、これからますます増えていくのかなという形では考えておりますので、予算的にはそういう形のものですけど、それはどんどん増えていくような形でですね、考えていく必要があると考えています。はい、再質問ありますか。青木議員。はい、来年度100万円しかないんですけど、耕作放棄地については市の方も関わっていくよということだと思うんです。で、実際にじゃあ市でも耕作放棄地の対策をしますよってなったときに、じゃあ何とかしてほしいっていうところがいっぱい出てくると、多分対応できないくらい多分いっぱいあるはずなんですよね。そこでもう一回戻るんですけど、別な組織作るっていうのってハードルやっぱ高いんでしょうかっていう、市としてね、いろいろな手続きのテクニック、ノウハウを持ってたりとか、土地の交渉であるとか、そういうノウハウがある人を公募するなりして、市の職員だけでやってると限界があるような気がするんですよ。なかなか進まないような気がするんですよ。で、交渉の専門家だったり手続きの専門家を伊豆市だけで難しいんだったら、ちょっと広域でとか、そういったことを検討する必要がある時期に来てるんじゃないかと思うんですけども、専門のノウハウのある人たちをスタッフとした校舎を作って、土地の活用を、使われなくなった土地の利活用をするっていうような組織を作るっていうことについては、どう思います。僕は必要だと思うんですけど。はい、答弁願います。副市長。今青木委員おっしゃった、専門の知識を持ったという方、正直新しい組織を作ってというのは、私としては否定的なところがあります。それはその組織をどう維持していくかということがありますので、先ほど総合政策部長が言ったように、まずはどういったニーズがあるかというところを、まずは正直こう整理をした上でということですけども、専門の知識を持った方であれば、例えば市の職員で、今の市の職員でそのノウハウを持ったことがいなければ、任期付きであったりとかという専門の方は途中任用する制度を持ってもございますので、そういうところでまずは職員として対応していく、そういう方が方向性としては可能性はあるのかなというふうに考えております。はい、
した質問ありますか、小木議員。はい、まあ、そういう可能性があるということで、まあ、分かりました。でいずれにしても、耕作できなくなって草が生えちゃっている土地があることがまず事実です。で中伊豆の本当初門の中の通り沿いに空き家が何軒もあるのも、これもまた事実。で隣近所の力だけではどうにもできないということも、これも事実なんですね。これをじゃあどうすればいいのかって、みんな今頭を抱えている状態だということは分かってもらいたいんです。でそれはまあ、やっぱりどうにかしなきゃいけないんだと思うんですよね。でその傾向がこれからよくいい方向に向かうんじゃなくて、もっとそういう状況が増えるっていうことが分かってるんだったら、なんとかしなきゃねっていう話なんですよ。最後にもう一言お願いします。はい、答弁願います。市長、客観的には日本という国は小さくないんですが、これまで狭い島国で、土地がないということを言われてきましたけど、いよいよ家も余って土地も余っているというような、本当に時計が逆戻りするような時代を迎えていきます。でちょっと私次男の大学の帰りにですね、千葉県の御宿というところを電車で通っていたら、駅の横なんですよ。駅の横で真っ平10丁分くらい全域が耕作放棄地なんですね。いやこれだけ広いところで真っ平ですから、これは何もしようがなかったんだろうかと。それをまあ、よそ様のことなんですけどね。そうするとそれを逆に自分の方にフィードバックすると、放置しておいてどっかが使ってくれる時代では全くないなと。ですからやはり新しい土地の使い方、それは仮に農業なら農業で水田なのか別の使い方があるのか、本当に転用すべきなのか、相当本腰を据えて考えなければ土地の問題は片付かないんだろうと、こうよそ様を見てもですね、痛感するところです。大きな課題ですので、ぜひ皆さんと一緒に検討させていただきたいと思います。はい、これで青木康議員の質問を終了いたします。